2016年日本史上初超大型連動企画始動。このプロジェクトはエンターテインメント界に革命を起こす。この壮大なプロジェクトで舞台と映画の監督を務めるのはあの堤幸彦。かなりスケールが大きくて、私監督なんですけど、その端から端まで全部見渡すことができないぐらい大きくてですね、ロケも相当広大な敷地を借りてですね、まさに何て言いますか、ボンクレ正月がいっぺんに来たような、そんな作品にしたいというふうに思ってます。では真田獣医師、ご期待ください。真田幸村を筆頭とした真田獣医師の一人で、今作の主人公でもある猿飛佐助役に、演劇界の若き至宝中村勘九郎。いや、まさかね、映画になるとは思わなかったんですけれども、素直に嬉しかったですね。やはりあの舞台の時に結構ハードな舞台だったんで、あの死の思いでやってたものが報われたのかなって。サスケと共に雪村を支える霧隠れ才蔵役に松坂桃李。笑って感動して、おわってなってゾクッとなり、あっという間に時が過ぎる時代劇作品もなかなかないんじゃないかなと思うんで。サスケと才蔵を狙う最強のくの一、蛍役に大島優子。アクションとか演出がダイナミックとか派手なだけじゃなくって、いろんなものを含めてすごくパワーがある作品だなと思ったから、これ全部つながったらどれだけヘビーなんだろうと思ったんですけど。常識を覆す予測不能なストーリー、かつてないスケールと圧倒的なアクション、胸を熱くするドラマ、エンターテインメントの全てがこの一本に。目指すは家康が組み、ただ一つだ。かけよう。不安だ。さて世の中、ずいぶん面白くしてやろう。真田獣勇士。